実はここ数日スケジュールの関係でエネルギーを補給する行動をとっていない。状況が全く読めないんだけど、つまり何日もご飯食べてないってこと？今までどうしてたの？芸能以外の雑事は全て付き人に任せてきた。その付き人ってのはどうしたの？解雇した。俺のフォルトナ遺跡に反対したから。教えてくれ青井樹、お前たちは普段どうやって飢餓状態から脱しているのだ？飢餓状態っていうのは大げさだけど、小腹が空いたらカフェかな。あとはカフェだな。なるほど、了解した。心配だな。どう？問題ない。これからはここに来ればいいんだな。そうだけど、無知すぎるにも程があるだろう。必要に駆られなかったからな。俺はこれまで自らの芸を磨くことだけを考えて生きてきた。八代さん。それに誰にも教えられなかったからな。え？死んだのだ、5年前。八代。まあ父がいたとしても状況は変わらなかっただろうかな。芸のみを磨け、それが父からの教えだ。八代のお父さんらしいというか。故にそれ以外のことは不要だ。不要じゃありません。何？たとえレンジでチンでも料理番組に携わる者として見過ごせません、この状況。なんでカフェでここまで出てくるんだ？なんだこれは。八代さん、表現者にとっても食事は大切なことです。料理番組、旅番組、ドラマの役で必要になるかもしれない。だから決して食事は不要なんかじゃありません。八代さん、何を食べても無表情、とってもつまらなそうです。あんな食事風景では誰も楽しめません。失格だと思います。私。よかろう、源守。お前の言うこと確かに一理ある。だったら食レポなんてどうですか？ご飯を食べて感想を言うんです。では早速やってみようと言いたいところだが、勝手がわからん。青井月、まずはお前が手本を見せよ。そのラーメンを食べてみろ。俺が？分かったよ。どうだ？濃厚なスープが麺に絡み、絶妙なバランスを醸し出している。なるほど、魚介系か。口に入れるだけでとろけるチャーシュー、シャキシャキとした歯ごたえが嬉しいメンマ。うまい。カフェでこれだけのラーメンが食べられるなんて。って感じでどうかな？おお、なかなかの表現力だ。なるほど、これが食レポというものなのか。では次はこのショートケーキだ。わかったよ。どうだ？
ポンジのふんわり感、そして丁寧に泡立てられたクリームの柔らかな舌触り、春の日だまりのもと暖かいお布団の中で二度寝しているみたいだ。いちごも新鮮で程よい酸味がケーキ全体を引き締めている。これは美味しいって感じでどうかな。ヤシロさん、大体わかったぞ。食レポの極意、それは見る者の舌にその味を伝える圧倒的な描写力、そして見る者の心に訴えかける怒涛の表現力。この程度朝飯前だ。今食べたの昼飯だけどね。今俺のパフォーマンスに新たな境地が開けた。この感覚を我がものとするため、早速さまざまな料理に向かってみようと思う。ではな。ナバール、ヤシロ、まだまだ通過点。ナバール、なんだ。俺が飢えていた時、貴様はどうして黙っていた。俺が何かを言ったとしても状況が好転する見込みはなかった。だから黙っていた。そうか。俺も食事という行為に必要な滋養分を摂取するという以上の意味を見出したことはなかった。だがこのような向き合い方もあるのだな。これだから芸能というものは面白い。ああ、まだまだ学ぶことがあるようだな。俺にもお前にも。そのようだな。わーい、今日はヤシロくんがお料理を食べに来てくれたよ。ねえヤシロくん。なんだいマモリン。今日はね、川村屋の肉まんを作ったんだ。ちょっと味見してほしいな。もちろんだよマモリン。どうかなヤシロくん。これはお布団のような饅頭の優しい食感。しかしそれはまやかし。その後に不意打ちのようにほとばしる肉汁の絨毯爆撃。これはもはや味のバトルロイヤル。口の中で繰り広げられる手に汗握る攻防戦。うまい。うまい。すごいやマモリン。やっぱりレンチンは魔法だね。
僕の心の温めもスイッチオンだ。すごいな、まるで食べ物に興味がなかったヤシロが嘘みたいだ。本当です、私もびっくりしちゃいました。お前の手本を参考にさせてもらった。ヤシロの方がずっと良かったよ。当然だろう、なぜなら俺は一流だからな。あの後、古今東西のありとあらゆる料理をひたすら食べ続けた。おかげで20キロほど体重が増加したがな。そんなに？だが、20キロ太ったのなら20キロ痩せればいい。簡単な話だ。それが一流の芸能人。そうだ、青い月、それが一流の芸能人だ。